どうも皆様、ようこそオギーライフへ。このオギーライフとは、私 ABTV ネットワークディレクターオギノが地球上に生息する生き物の生態を人間の性格に例えてしまおうという企画です。それでは早速今回の生き物を紹介しましょう。あの人ってさ、タニシに似てるよね。さて、タニシに似ているという人は一体どのような人物なんでしょうか。タニシとは腹足綱原始獣絶目タニシ科に分類される貝類で、南米と南極大陸を除く各大陸とその周辺地域の淡水に生息しています。さて皆様、タニシって何を食べるかご存知ですか。ざっくり言うとうんちです。よく YouTube でもうんちを食べてみたっていう人いますよね。お前たちとは違うぞ。タニシは水中にあるあらゆるものを食べる生き物として知られています。石などに付着した藻などを削り取って食べる刈り取り食者、別名クレイザー。そして水底の沈殿物を食べるデトリタス食者。さらには水中の懸濁物質、すなわち水に浮遊している物質をエラで集めて食べるろ過摂食者でもあります。これを人に例えると、他人が散らかしたものをちゃんと片付ける人、でもそれを嫌がらないでやる人。そしてタニシは他の生き物と同様に、天敵から身を守るために逃げる習性があります。しかしどう考えたって逃げ足が遅そうですよね。ではどうやって天敵から逃げるんでしょうか。例えば川に住んでいるタニシの場合、川の流れに逆らって登ってから、その流れに従ってコロコロ転がって逃げます。または漏水箇所、すなわち水が漏れている箇所があれば、その穴を大きくしてそこから逃げるんです。これを人に例えると、相手にはっきりと反発意見を伝える人。いいですか、あなたの意見は間違っている、私は断固としてあなたの意見には反対です、以上。またタニシはその外見通り地味ですよね。これを人に例えると、まあ目立たない。ですが皆様、ご自宅に水槽ありますか。綺麗な熱帯魚が泳いでいませんか。そしてそこにタニシいませんか。先ほども解説したように、タニシは魚の糞や水槽についた苔などを食べます。そうなんです、タニシは他のどんな貝類よりも浄化機能が優れている生き物なんです。だけどタニシって目立たないですよね。水槽で目立つのは熱帯魚なんですが、皆さん、水槽の中のタニシってどこにいますか。水槽のガラスにくっついていませんか。それでは皆さん、その水槽のガラスについているタニシをよーく見てみてください。こうなっていませんか。そうなんです、実はタニシ、どの魚よりも俺を見てくれ、俺は貝の中に閉じこもってなんかいない、見てくれこの顔面を、言ってしまえば水槽にチューしてますよ。これを人に例えると、極度の目立ちたがり屋。俺だって目立ちたいんだよ、せっかく YouTube やってんだからさ、もっと目立ちたいんだよ。だけどこんなヒゲ面の汚いおじさんがキャー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 言われることなんてないんだよ。いいか、そこらの YouTuber、 俺はこの顔面にかけてるんだよ。いいか、俺は目立ちたいんだ、どんな手を使ってだってこの YouTube のトップに君臨してやるって決めてるんだ、こいつでな。それではまとめに入りましょう。タニシに似ているという人は、人の嫌がることを率先してやる人、そしてそれに喜びすら感じる人、そして口論になると言いたいことを言う人、しかし言い返される前に相手と一気に距離を置く人、すなわち言い逃げする人。しかし決して派手でもなく、きらびやかでもなく、どちらかというと地味ですが、ものすごく目立ちたがり屋な人物である。本当にね、このタニシを調べていくうちに、あ、これ俺だなって思ったね。間違ってることがあったらちゃんと意見を述べるタイプだけど、まあでもそれによって被害を被る前に逃げる。ああ、俺タニシ人間だね。コメントでもよく、オギリュウさんを動物に例えると何ですかってありましたよね。僕を生き物に例えるとタニシです。まあでも片付けが大嫌いかな。人が散らかしたものなんて絶対片付けたくないしね。この世で一番嫌いな言葉は断捨離。